で日本語館はあんなもん俺は断ったからいいよそこで羽にシャンシャン、そこでやっと交渉が始まったという流れだったんで、全くプロは全く意識しなかった。タケとあの一茂だけが本当に、まあ、大きな顔してやってるの俺たちどうせ通るしみたいなスターいやいやだいぶ持ってますよ。だいぶ持ってますこれがスターやっぱこうメジャー学ってやっぱこうあの人間力なんですよ。技術だけじゃなくてなんかいろんなものを集結させてこううまく野球に伝えるとかこう気合だと思う。気合じゃないですか気がつけば最終的に。いやなんかいや分かる分かる、僕なんか気合でやってたよ。いやいやそうよ。皆さん同期で他にプロになった、まあ、同期でも同じ被ってる。だ大学の僕らの頃の一番のスーパースターは長嶋一茂なんですよ、うんうん、やっぱり一茂そうで、まあ6大でいうとその立教と武がやっぱり有名だったと思う。あとはもう鈴木哲かな、哲ちゃんね、まあ、慶応のエース。あと一個下が志村なんだけど、うん、下に志村がいたんだけど、うん、同期は高橋っていうのが明治から中日ドラフト1位に入ったピッチャーがいて、でドラフト外で豊田っていうのも入ったんだけど、ね、そうですね。あとは、まあ、他のところは松沼の弟、それから石毛、あ後ですけどね、プリンス行ってるんで、あれはそのメンバーかな。あんまりあの僕らの代はそんなスーパースターいないんですよ、実は。研修さんというか研修さん以外は。そうですね、でも僕の年はそうですね、あの六大学は高橋由伸とか、うんね、まあそういったところですけどね。いやもう古田はその僕の同級生の明治の副キャプテンと中学の野球部一緒なんですよ。それで偶然なんだけど、1個一浪してるんで、年は1個目なんだけど、年は1個目だけど僕が同級生で古田は先輩なわけですよ、うんうん、だからそれの話も多分まああると入ってくる、そうそうそう、来てると思うけど、あの変な感じです3人で話すと。敬語タメ口タメ口なんですよそれはややこしいって、ややこしい野球あるあるだよね。野球あるあるだね。でいたそれちょうど僕の時も堀場、はい、中尾、はい、江川さん、はい、江川さんと山倉さん、はい、同学年年一緒で二人一度してるんで、はい、こっちは中尾江川さん山倉さん堀場、こっちはタメ語でこっちはタメ語でここだけ敬語だ変な会話だった。あれややこしいですよ、ややこしい、みんなで喋ると、うん、それはあったね。野球あるあるですよね、うん、一つ違いで えらい違いですからね。全然違う。僕で竹で言うと本当に一番最初に会ったのがもうあの日米大学だから大学オールジャパン の選考会っていうのは駒大であって、あその前に一回会ってんだ3年の時な、東西対抗試合したんだよな、日生球場で試合した、日生球場で初めて試合した。よう打たれた、打たれたの左でいいバッターで。あそうなんすか。うん、その時なんか打席立って打ったイメージあるね俺、うん、だから俺なんか中日で試合プロなんてする時もピッチャーにバッティングいいぞって言ったの覚えてるもん初球フォークとか投げたバッティングいいから気をつけろこいつって言ってそうそう。でその後あの4年になって日米大学野球の選考会行って、で大学選手権出てるやつらは選手権やってるのね、うん、で選手権に行けなかった、いや落ちたやつだけが全国から集められてその駒大で練習するんだけど、まあ言ってもあんまり通らないのよ、あの選手権出てるやつがほぼメインなんで、うん、一応まあやってますよ。で僕ら関西から来てたら 今っていろんな大学から結構ジャパン入ってすんだけど、昔は本当全然なくて六大学は大体とうとうあの辺周りの で僕らも関西から行って、初めて来たわと思って、そしたらもうやっぱりね竹とあの一茂だけが本当に、まあ、大きな顔してやってるの俺たちどうせ通るしみたいな感じで、みんな他のやつ必死でやってるわけよ。駒大初めて来てさ、ちょっとワクワクして一生懸命うわーって一生懸命ノックやったのに、二人だけもベンチでこうやって本当にそっくり返ってスターって感じ。スターいやいや、だいぶ持ってますよ。いやいや、だいぶ持ってますこれがスターやこいつらって言って、六大学のスターってこういうことやって、僕らもおこれが竹田かこれが長嶋かって感じで見てるやんかでも自分は選ばれてるから。そうそう、僕は選ばれたんだけど、僕アメリカでバッテリー組んでますよ大学の時。なんかいいキャッチャーだなって。いやいや、スローイングすごかったですもん。いや肩やっぱ強くて取って速いし、もうこの辺取ってきますからね大学の時。ボーイって避けて避けてたもん。マウンドが昔高かったから違う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 、今より高い。でも本当に
スローイングすごかったから、やっぱ上手かったですよ。うん、だから写真撮ってくれって言われた。そう、写真撮ってくれた。あのみんなで集合写真撮ったんだよね、集合写真を。あの近代とか、うん、法政と明治がいたじゃん、あれみんな撮ったじゃん、うん、写真撮ってって言われて。そうだから、その時俺まだ知らなかったから3年の秋だもんね。3年の秋、うん、当たった。で試合したんですよ。タケはだって4年のリーグ秋見てないからね、我々。1回投げた。1試合投げた。で20勝目してそこから投げなかったから、うん、なんか六大学でだいぶ噂になりましたが、武田がいなくなったってドラフト1位候補なのに武田がいないぞっつって退場してるんですか。いや俺辞めたんです。辞めたって言って辞めたんです。退部？いや辞めるって言ってユニオン返して家帰ったんですけど、あの辞めることはできなかったんですけど、結局はよう分からんでしょ、みんなよう分からん。まあまあ事情知ってる、まあ僕らも知ってるけど知ってるけど、その前今は知ってるよ。当時は結構それはそれで話題になったんです。ドラフト1位ドラフト1位候補の武田がいなくなったっていう。そうそうそう、急にみたいな。いやいや、あのマネージャーにユニオン返してでも辞めるからって言って辞めて、そしたらダメだと。それで投げなかったのにドラフト1位、秋に10月にはドラフト1位かかってるっていう。まだ、まあいなかったんですよ他に。いやいや、いっちゃいなかった本当に。だからその前まで一緒に、だからアメリカ一緒に行ってましたから。そうそう、だから7月日米野球、7月アメリカ日米野球一緒に行って、で僕らも知ってるから、こうやって6代目の来たら武田がいなくなったっていうのが スポーツ紙に載るから。今インターネットだってすぐやけど、そんなのないから、スポーツ紙にまで、関西のよ、関西のスポーツ紙にまで出たから、いなくなった。だからちっちゃい、こんな記事がちっちゃいから、東京の記事がいなくなったぐらいしか書いてないから僕らもよく分からへん。東京一面だったらしい。東京一面だった武田がいなくなったって何なんだよみたいな。いやまあいろいろいっぱい投げてたんで、うん、あの春のリーグ戦結構すごい投げて、で夏も休みなく日米行って、でなんかちょっと調子悪かったんですよ。であのもうやめたくなって投げすぎたと。投げすぎて。香取さんと多分大学時代同じぐらいの試合数とイニング多分同じぐらいなんで、58とか57ぐらいだったよね。58試合投げたんですか。本当同じぐらい投げて、2年からだから大体そうだね。で勝ち星もほとんど同じね、2021ぐらいだった、うん、であのもう10試合とかでしょリーグ戦、うん、でほとんど投げてるから、うん、そうだよね。そうそう、年間でまあ20試合、まあ大体ね20試合しかないからね、チームの試合数が。そうそう、引き分けもあったりするんで、まあまあ一生いっぱいもあるけど、俺中学の時、付属だったんで、うん、香取さんの試合見に神宮に行って、で百村さん、百村いた、4番ですね、1個下ね、うん、天理大東、百村さんがホームラン打って、1-0 で香取さん完封して勝ったのを、その試合を中学生の時見てる。うーん、まだあの神宮が外野芝生だったのかな、あれ、うん、芝生だね、ですよね、うん、なんかそんだけこう例えば明治って投げさせられるその球数と故障するとかっていうのはプロ行ってからとか。いやでもやっぱ香取さんの同級生の高橋道武さんはやっぱ壊れてたし、あの武田光圀さんもやっぱ壊れてましたから、僕らたまたま壊れなかった。健志さんの頃はすごい投げさせられた感じあるんですか。いや僕らの時はそんな感じじゃなかったですね。もう普通、いわゆる普通の大学生のような感じだと思うんですけどね。うん、負けるだから4連投してましたからね。僕の4年の春か。4連投で3完投ですからね。それすごいね。まあ大学野球なんでプロと違って中5日とかそういうのはないんですよ。毎日だいたいこう2日なんで、まあ、1番手2番手ぐらいが投げて2試合目も勝てそうやったらそのエースが最後投げたりとか連投したりね、することはあるんですよ。でまあでも負け2試合目で負けたらもうこの中1日でまたエースが投げる、そんないいピッチャーたくさんいないから、がまあ大体の、うん、だからそれぐらいはよくあるんですが、その3連投4連投まではなかなかね、もちろんあんまないけど、僕は最高4連投で、俺もやったかもしれない、やった引き分けあると4連投になっちゃうんですよ。4連投なるね、慶応戦で完封負け引き分け勝ち勝ちだ全部先発したんだ途中降板してるんだけど、ね、あの時には慶応慶応法政という試合、はい、で負け引き分け勝ち勝ち全部先発してで、優勝の瞬間は高橋がマウンド行った高橋よかったなって感じで
それよく覚えてます、ね、そうだからもう連続よ、土日月火で、うん、4連投、4連投引き分け入ったらね。でさすがに、まあ、最初の試合延長になって勝って、次の試合はリリーフでいって負けて、で次の試合がまた引き分けかなんかあったのね。でさすがに4日目の朝にメンバー発表するじゃないですか、朝、うん、あの全員のメンバー発表する、ピッチャー武田って言われた時にまたって言ったからね、さすがに聞こえないからまたって言ったからね。で最後まで投げた、延長13回で負けたんですよ、立教に負けたの。プロ入ってから故障とかなかったんですか？僕は膝だけですね。加藤さんもないですよね。まああんまりないと気づかなかったかもわかんない。じゃあその投げ込み派というのは賛成ですか？今あんまり投げちゃいけないと言われてますけど、投げた方がコントロールは良くなるんじゃないかなと思いますけど、まあ、正しく投げれば、まあ、そこそこはね、うん、投げないと絶対うまくならないんで、うんうん、まあ、体の使い方を正しく投げれば、うん、まあ、壊れると思わないんですけど、ね、まあ、2人とも投げ方すごい綺麗から、うん、もうしなやかにピューンってこう投げるタイプなんで、そこで無理があったら絶対痛めると思うんで、そこだけはしっかりとね、そうですね、だから100じゃなくてもいいから、うん、こうやっぱりある程度投げないとボールがねコントロール悪いまんまなんでいけないけど、まあまあもちろんね、故障してまで投げろとはね、今でも言わないんだけど、うん、あんまり少なすぎるとね、やっぱりうまくなんないから、うん、大学の頃に500球投げろって言われたら、最初のこう慣れるまでは山なりでいい、うん、とにかくベース板プレートからベース板山なりで始まっていって、だんだん下がっていく、で勝手になっていく、ね、最初山なりでもいいよ、ね、それ感覚をつかめた感じ、それからだんだんこう下がっていって、最後こうこれだけこんなボールをいけ出すっていうような感じで、最後の方もずっとアウトローばっかり投げれるようになるんですか？アウトローばっかりですね、他のボール投げたくないです。練習、まあ、ほとんどだけでした、うん、真ん中の練習をしました。真ん中の練習ですね、真ん中に線引いて真ん中に投げる練習して、ベース板通過するボールを投げる、うん、そうですね、加藤さん言ったらもうこう本当にこう両方曲がるんですよ。僕も打席日本シリーズとか立ちましたけど、両方に曲がるから、もうあの当時で言うとファミコンのねファミコンでこうやって途中からビュッて曲げるやんか、あんな感じで、うん、真ん中曲げてこっち真ん中まで向こうで当たれんよ、いつまで立ってもみたいな感じ、向こう行ったらボール向こう行くし、こっち行ったらこっちはこんなのあるし、みたいな、こんなん当たれへんでみたいな。加藤さんもともとキャッチャーだったらしいんですよ。あ、そうなんですか。あ、中学高校2年までです、2年の7月までキャッチャーだ。ショートやった。あ、そうなんですか。キャッチャーか。全然投げ方とか思うかけないです。なんかしなやかにこうピッチャーっぽい投げ方、キャッチャーってなんかこうちっちゃく投げるんで、そうみたいなね、なんかこうピューってでも確かに中学の風になんかこうセカンドスースー手だれバッター頭によかったってじゃあこういう感じで投げたんですよ、キャッチャーで。あ、ごめんごめんってよくやって、それはあの記憶にあるなんか離れなきゃいけないなみたいなそうですよ、だからやっぱこうだったんですね、うん、あれじゃない、加藤さんもだからピッチャーじゃなかったじゃん、ちっちゃかった。俺も違うじゃん、うん、僕は中学まで2年までサードだったんで、ショートとセカンドとかだったんで、ピッチャー中3からだから、やってない方が壊れないかもしれないですね。そうだね、あ、まあ、全部キャッチャーも試合ではこう練習試合ではショートもサードも外野目指しになったんだけど、ね、途中からもう元ブルペンキャッチャーだったんだけど、それが急にピッチャーに変わったって いつからサイドになって、もうそれあの辺、もともとこの辺だったんですよ。教えてもらったことないですよね。教えてもらったことないです。だいたい明治教えてくれる人いないんで、ね、教えてくれる人いないですよ。いないですね。いや、たまに来るんです、先輩たちが、うん、でもお前それでいいよ。いや、そう、そんな感じですよ。それで、じゃあ入ってからその明治の横のつながりっていうのは結構あるってことなんですか、プロ入ってからですか？ありますよ、ね、感じますね。ます、うん、あ、結局入った後に気づきますね。ああそういうことかとか入る前はな、分からない。入る前は分からないですけど、 OB 会とかあるけど、はい、なんか青春の時であんまり分からへん、いいかな、でなんかうるさいうるさい人おるなぐらいの感じだけど、はい、OB になっちゃうとそこと仲良くせなくなるから一番仲良くしないそう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 だから FA の時だってプレッシャーすごい、名古屋方面から集合がかかれば行かなあかんってことやね。基本的にはそういう OB から言われるもんね。もう俺は FA の時言われたけど、はい、うん、そうだね、滝もね、だからセンさんいいから来いだからね、いいから来い、ね、なんで、ね、電話かかってきていいから来いで、いや、でも本当そんな感じ、いいから来いって俺フリーエージェントだよな、そういう感じ、はい、そんな感じだから当時僕も横浜にスカウト部長で松岡さんが、ね、いらっしゃって、うん、大学2年生の時は松岡さんと仲良くこう、あの、まあ、当時はスカウトなんですけど、うん、こう見てくれたりとか、それは明治大学の先輩なんですよね、うんうん、で松岡さんがある日突然急に健心悪い、お前とは急に話できなくなったから分かるよなって言って、またプロ入ったら仲良くしようなとかっていう、なんかところどころに大学の
当時どっかに高田さんがいたりとか、うん、なんかあったんで、ね、なんか難しいところがあるんですよ。やっぱ結構学罰はありますよ、ね、僕全然あの今のソフトバンクに大変に残ろうっていうか言おうと思ってたんで、うん、もういいから来いっていう次の日でも来ましたからね、なんかね次の日会うぞみたいななりましたからね、うん、早かったですけど、ね、うーんで OB から、まあ、当然中日行くよなみたいな、うん、そうですかみたいなそういう感じでしたよすごいないやいやだからあれ明治 あの野球部の OB 会はもうすごく絆が強すぎてどこにいても行かなきゃいけないっていう、ね、そういう噂もそういうとこはあるみたい行かないけど怖すぎて行けないっていう、ね、皆さん高校からプロっていう選択じゃなかったんですか？全然僕は全くなんか香取さんはあの甲子園も行けず行けず、はい、なんかそれまで歴代の人たちが明治行ったからっていう流れで行って、そうですね、その時3年生に3人いたんですよ、うん、全然プロはだから意識してなかったですよね。全くないです。それがどっからこう成長していくわけですか？いや全くもうドラフト僕ドラフト外なんで全くそういうの考えてなかったです。大学卒業するもちろんもちろん日本交換決まってたんで、で島岡さんに言われて日本交換行けって言われて一緒に行って挨拶もらって帰ってきて、でドラフトがあってで巨人がボイコットした年だからね、その時にドラフトの日に高橋と豊田が中日で決まったんだよね。でおめでとうという帰った、あの近くのアパートに帰ったら呼び出されてジャイアントに行けって言われた。そっからですよ。それまで全くなかった。で日本交換はあんなもん俺は断ったからいいよそこで羽にシャンシャンで、そこでやっと交渉が始まったという流れだったんで、全くプロは全く意識しなかった。いやだから、まあ、加藤さんの代もそうだけど俺の代もそうなんだけど、このぐらいまではこのぐらいまでは小さいピッチャーダメだっていうふうに言われてたから、背が小さいピッチャーはなんかまあダメだっていう、そういうプロの中では全然小さいですよ。全然小さい、ね、この年代の時に平均が178とか9くらいだったと、ね、まあ、もう180ね、今83ぐらいありますね、うん、ピッチャーはもうちょいあるかもしれない、ね、だからダメなレッテルはもう背が小さい頃だったんですよ、うん、高校の時とかも大学の時とかもそうだけど、でだんだんプロのピッチャーでかいもんね、現実だんだん小さいピッチャーが でかくなってね、意外と壊れないで投げてるじゃないですか。日ハムが一番僕多分ドラフトで示した1位で一番小さいと思うんですよ。うーん、でそれから小さいピッチャー結構指名して、うん、武田勝とか、うん、両武田も小さいし、僕より小さいし、勝、うんうん、はちょっと大きいけど、その身長の低さっていうのはやっぱりなんかハンデにはなりました、プロいって全然思わなかったけど思わないですよね、うん、逆になんかそれを利用したこともあるんですか、投球、自分の投球じゃ。でもむしろ下から来る感じでしょ、だってバッターからしたら俺たちみたいなタイプ。あでもね、僕の感覚ね、プロってみんなでかいじゃないですか、でこうちっちゃいピッチャーは根性が違う、気合が根性が違う。これもね、野手もそうなの、なんか負けん気強いやつって大体ちっちゃいやつやでっかいやつって子供の頃からでっかいから、そんなのほほんとね、うん、普通に振って普通に投げてってやつがなんかのんびりしたやつ多いんだけど、やっぱりねちょっと180切ってるやつの方がちょっと気合入ってるね。だからやっぱその負けん気って子供の頃から大きかったわけじゃないから、このでかいやつらどうやって勝とうかと思って必死でやってきたと思うんだよ。竹なんかめっちゃ気合入ってるじゃん、ね、みんな契約更改とか見たでしょ、ちょっと俺は、ね、番組で使わせてもらって、俺、ね、いつもね社長にクレームしてんですよ、羽地に勝手に使うなって俺肖像権あんだぞみたいなで、よく俺はそういうね契約更改で暴れた組になってるんですけど、15年やって契約保留したのその1回だったそれ印象深いからいいんですけど別に。いやただマウンドでも気合入ってるんだからね、気強いから、なんとかしてって必死でこう抑えたろうっていう、こうその逃げ回って抑えるじゃなくてね、詰めてどんでかいやつのここをガーン投げて抑えてやろうっていうのがやっぱ腹の中あるから、やっぱ気持ち強いよね。武田さんは高校からすぐプロはなかった？僕は あったんですよ、そのバッターだったんですよ、背が小さくてまあまあ足も別に遅くなかったんで、うん、で入ったらショートとかが多かったんですよ。だから後から聞いたけど親父はだから9つぐらい来たって言ってた、うん、でもやっぱ野手が6個だったって言ってた、
でドラフト3位とか4位が一番上なんで、うちの親父は大学に行けと、大学行って1位になればいいじゃんっていう考えで、やっぱりピッチャーでやりたいっていうのが、いやなんかそんな全然思ってなかったね。いやもう大学行って野球やるのっていう感じで、でも高校付属じゃないですか。で大学行くのに挨拶行って、行った日に島岡さんに拉致されたから。いやマジですよ、そのままその寮に入れた。いやそのままあそこ新橋岩田さんの事務所に連れて行かれたんですよ。岩田さんの事務所に連れて行かれて、で新橋で、そこ新橋って分かってないよね、うん、車で行ったから、うん、で降ろされて、でなんか岩田お前これ面倒見ろみたいにね、僕連れて行かれて、でそこであの解散です。ここどこみたいな感じです。そうだったんだ。そっからピッチャーなんですか。もういやいや、ピッチャー入った時ピッチャーだったんですけど、ただバッターバッティングは別に嫌いじゃなかったんで、うん、だから6番打ってましたよ、あの大学の時、うん、あのリーグ戦の時。謙信さんは高卒プロは、高卒あったとしてもこれこそ野手ですね。野手でしかも、まあ、あの近鉄ロッテ太陽があってっていうぐらいの。ポジションどこですか。ポジション僕ピッチャーだったんで、一応適当です。バッティングがいいかな。バッティングが良かったんだろうってことで、ピッチャーではダメだってことで、であのそもそも明治大学は中学校の時に徳島商業行ったのが明治大学行ける可能性があるからっていうので行ったんですよ。はい、そんな先を見据えてたんだ。いや片山さんいたよね、ね、クックにね、片山さん、はい、結構、うん、あの香取さんの頃とかに特徴からいたん で、 でただ条件としては甲子園でかなり活躍しないと難しいよって言われたんで、うん、それに母親がもうピーンってきちゃって、もう特徴行けってなっちゃって行って、だからプロっていうのはあんまり考え、だからもうどちらにしても明治大学へって、はい、で大学入って1年生の時の春の練習の時にピッチャーがいなくなって、ピッチャーやれって言ってピッチャーになった。結果的にまあ大学行ってそのままピッチャーとしてプロ入ったわけじゃないですか、はい、明治 大学に行くメリットって何かありました。やっぱり僕なんか田舎じゃないですか、あの、まあ、香取さんもまあ四国田舎なんですけど、やっぱりいろんなものが見えてきましたね、世の中が。すごいよね。はい、すごいものが見えてきました。結果的に野球以外の東京ってこんな感じで、はい、もうあのそもそも一番最初の入寮日の日にあの寮に着かなかったんで、つけれなかった。つけれなかったです。うちに迷ったってこと。その徳島にその急行とか特急とか全然なかったので。つかなかった、はい、なるほど。当時は明治大学あの京王線の辻が丘っていうところなんですけど、着いたところがもう多摩センターとかなもうだいぶ行ってる、はい、だいぶ行ってる、どこですかここみたいな感じで遅れたぐらいで、ですからもう東京のことがもう全くで、いろんなことをこう勉強していって、だからまあ野球の技術もそうですけど、やっぱこう明治大学ってやっぱこうあの人間力なんですよ。でやっぱこう野球っていうよりそのなんとかせいじゃないですけど、なんか技術だけじゃなくてなんかいろんなものを集結させてこううまく野球に伝えるとか、こう気合だと、もう気合じゃないですか。気がつけば最終的に、なんか、いや、分かる分かる、僕なんか気合でやってたような。いやいや、そうよ、うん、生き残らなあかんからな、まず、はい、もう諦めた時のプロ野球の最後の人、うん、最後の方の人生のファームに投げてる時の自分は自分じゃないと思ってましたもうやっぱ気合だなっていう。いや、だから寮入ってあの玄関に人間力って書いてあるじゃないですか。それ、はい、あれ吉郎が書いてるんですか。吉郎じゃないと。吉郎じゃないですか。吉郎って言っちゃった。すいません。これ吉郎って言った。それ本体、本体が本体じゃない。本体じゃないです。本体じゃないと。じゃないです、うん。人間力って入り口に書いてある、はい、人間力ってなんだろうってずっと思ってました。うん、入った時に。いやでも確かになんかこう明治出た人っていうのは生き残ってる感じするわ。あ、そう。あのなんか野球って。まあ、もちろんうまくいったりいかなかったりね、あるから野球界で成功するかしないかもあるんだけど、その後の人生ってあるじゃないですか、やっぱりみんなね。で簡単になんかへこたれないって言いますかね、うん、なんか生き残ってるなって、あのさすが明治って感じでも僕ら同級生なんで、日米野球行って帰ってくる、まあ、アメリカで一緒にやってて、まあ、
古田ドラフトかかるって言われてて古田指名漏れしたじゃないですか。いやその時僕同じチーム僕1位で2位って、そう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 日ハムだったんですよ。で指名されなくて僕びっくりしたんですよ。僕だから本当見ながら竹1位か竹で一緒にやるんやと思って余裕でこうでドラフト見てました。本当にそう、本当にそう、名前書かなかった。多分一緒のチームなんじゃねっていうのを、はい、そうです、はい、俺は外れ1位、日ハム外れ1位で阪急が入札1位だったんですよ、うん、でそれを阪急は行かないみたいな感じで、うん、で日ハムな感じだったんで、で古田日ハム来ててっていう話をしてて、多分 2位で行くっていうのを聞いたんですよ。そしたら指名されなくてだからびっくりしたんです。だからでもね、その後トヨタ行って、でヤクルト行って、日ハム行ったら今頃 GM やってるかもしれないですいや同じ風に一緒にやると思ってました。うん、やっぱ本当なんですね、日ハム2位っていうのは。いや俺もその時思ってたよ。あの一応その時は親分、あの恩太じゃなくて親分の大沢親分の親分がね、そういうこと言ってたんで。ですね。結構新聞でもね書いてて。そうそうね、なんかなのかななんて思ってたけどね。そしたら2年もヤクルトでよかったと。そうっす。逆にね、まあ、もうみんなこう縁だからしょうがないね、野球。いろいろそういうのも受け入れて一生懸命やらなきゃね、うん、どこに行きたいとあんまり。だから剣心なんか逆に大変やったからね、行きたいとこ言えって言われちゃうとまたややこしいことだけど、正直言ってジャイアンツに行きたかったのかどうなのか言ってみてよ。いやそれ言っちゃうわよ、もうやんもう終わってんだ。いや僕はあの、まあ、香取さんも一緒だと思うんですけど、あの田舎はそのジャイアンツ戦しかしないんですよ。あ、やっぱジャイアンツ行きたかったんだね。いやジャイアンツ戦しかしないので、あの勝手に特にセリーグのジャイアンツ以外のチームが敵になっちゃってるんですよ、うん、イメージが。だから中日もすごく敵っていうイメージがあったんで、大学の時もだからなんとなくこう、あ、敵のチームに行くかもしれないっていうのが自分のイメージだったんですけど、でも行ってみればすごく、それこそ1年目星野監督と一緒に野球やらせていただいて、オフですよね、野球が終わった後に、その星野監督がいろいろこうサポートしてくれる人とか、野球をどうやって成功していくかのいろんな教えを受けたりとかして、まあ、だんだん、あ、ドラゴンズで中日でよかったなっていうのが今思えば。巨人だったら多分ダメだと思うんです。巨人大変だよ、はい、僕、まあ、多分最後行ったけど、うん、はい、いやもう大ベテランで行ったから別に全然あれだったけど、うん、まあ大変ですよね巨人はね、まあ、ずっといたからあんまり感じないんだけどね。加藤さんずっといたから、うん、こんなもんこれが当たり前だと思ってたから。入った時に高田さんがいたんだよ、先輩で。ちょっと離れすぎてて、野手とピッチャーも僕入った時、まあ、全然高田さん監督ですもん。あ、そっか、日ハム、じゃあね、あんまり関わりはなかった。意外とね、練習も全然違うところでピッチャーとやっ、うん、まあ、そうですね、なかなか会えない、お元気かぐらいで。いや、本当ですね、うん、あんまり関わってなかった。高田さんと星野さんとやっぱ結構野球界でその監督やったりとか先輩たちしてて、でも意外と高田さんは明治の人たちをあんまり集めないでやるんですよ、うん、高田さんはやっぱり、あの星野さんはやっぱ明治のバッツは使うんですけど、うん、いないですよね、あんまりね。高田さんの時いなかったね。いないですね、うん、意外に。だからジャイアンツの OB をやっぱ集めることはしてましたけど、その方が良かったかもしれないね。いろいろあるね。ジャイアンツ行きたかったいや僕でも日ハム行きかけ出てました、本当は。一瞬、本当、上田監督が当時監督で、あ、徳島、はい、でもそもそも徳商を明治大学に連れて行った時の徳商の先輩が上田監督とすごく仲良かったんで、だ結構日ハムの東京ドームに練習見に行ったりとか、結構だから俺が上田さんに取り出されてましたよ全部関わってんだ全部関わってんだ関わってますね、結構ね、本当に本当に。だから立命はそのプロのなんか予行とかないんですか？プロ野球選手が、ね、ほぼいないんですよ。茂がん、いやだから僕ら下はね、僕がプロ入る前って一人だけプロに入ったぐらいなんで、もう全然なくて、で僕の3つ下にその長谷川茂俊っていうのがオリックス1位入るんですけど、うん、あの後からたまにポコポコと特にピッチャーですかね、うん、で出だしたんだけど、あんまりないかもね。長谷川茂俊伝説ないですか？長谷川茂俊、あれはね、もうあれはもうほんまに言うこと聞かないよく喋る。よく喋る。よく喋る。寮ね、だから僕らの寮ってすごいボロい寮だったんですよ当時ね。あのその何十人も全員入れて2人、6畳に2人部屋で
全部で10部屋ぐらいしかないんですよ。だから全部で20人入れてもそんなレベルで、うん、で僕も1年目の春は入らなかった、秋からちょっとレギュラーチームに入ったんで、うん、秋から入るんだけど、僕4年もちろん4年まで入ってたんですけど、長谷川っていうのはもう最初からもうすごい期待されて東洋大姫路から入ったから1年の春から寮だったのね、うん、で当時ちょっと明治分かんないけど、僕らの時で言ったら電話ってこうピンクのいわゆる公衆電話がここに2つぐらいあって、その電話当番が僕らもいて、はいって取って誰々さんでも仮に彼女と電話するのもそこしかないっていう、そういう状況だったので、長谷川は自分の部屋に電話引きましたからね。マジでこれすごくない？すごいすごい、あこいつすげえなそれだいぶ伝説でしょ。自分があ僕がお金払いますからって言って、いやそういう問題じゃないんだとキャプテンじゃないの？そういや 俺が出た後ね、出た後、出た後に長谷川は自分で引いたと、引いて自分の専用の電話を1号室っていうところに引いてた。これはあるなやっぱりあいつっていう感じですね。電話当番してたな。あったな。ありましたね。あるよね。やっぱり三回なるまでじゃなきゃいけないですね。三回まで出してから電話出してから、あの前にいて。そうそうそう。一回ですかやっぱり。一回の真ん中のところに。二つあるじゃない。はい、ありまして。そうそう、あれね、ピンクの電話だったな。ピンクの電話だ。こうあれでしょ、公衆電話ジュエリーですね。あれしかないもんね。そう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 。下級生はちょっと離れたとこに行って。外で夜の11時から30分かなんかのその間にやりに行くという、うん、はい、テレフォンカードを、電話ボックスありましたよ。テレフォンカードなんかなかったの？これはない。僕ら新宿行ってイラン人からいっぱいテレフォンカードを何が新宿の大学行く途中に新宿に寄ってイラン人からテレフォンカードはい、減らないテレフォンカードをいっぱい買ってでそれをはい、もうだから新宿が大学行くといって新宿にいつも買い漁ってました、テレフォンカード。うん。